おはようございます。ラスクラでございます。今日はですね、茨城県の土肥市にございます横浜ラーメン一心さんにお邪魔しております。というのもですね、こちらのお店さんから先日お声掛けをいただきまして、気になったのでね、食べに来ちゃいました。こちらのお店、店名にもあるようにいわゆる家系ラーメンを出しているお店さんでして、醤油であったり、この赤ら辛い系のねラーメン、また和風だとか味噌なんかもあるみたいなんで、今日はねご飯物と一緒にいろいろ楽しんでいただきたいと思います。はい、ということでね、今一品目が到着いたしました。まずはね、一番人気というバラチャーシュー麺に味玉をトッピングさせていただいて、追加でダイライスもいただきました。いるかな、このバラ肉。バラ肉でございます。うまそう。ちょっと、ご飯で、どうですか。うまそう。こうでしょ、絶対こうでしょ。うん、ちょっとライスについてくるたくあんも、家系と言ったらこれ、ほうれん草のせよ。のりにバラのマヨネーズをこんな感じで、ラストの味玉、中身はこんな感じで完熟でございます。
はい、ということで一杯目完食でございます。カツさんです。はい、ということでね、今2杯目が到着いたしました。2杯目がね、赤チャーシュー麺となっておりまして、デポの、ラーメンにプラス辛口が乗っかってる感じなんですけど、こちらのお店お肉は3種類あって、先ほどのはバラ肉で、こちらのチャーシュー麺の方はもも肉だそうです。でプラスこちらの見えるかな、こちらがミニネギ丼でございます。ふわってどっちかって辛味噌っぽい感じ、めっちゃうまい。あ、またちょっと印象が違うね。肉らしくてうまいな。全部包んで、ちょっとネギ丼も、邪道かもしれないけど、ちょっとスープをかけたいな。ちょっとどうしてもこれがやりたくて、見えるかな、これ。汁がこう染みてさ、うまそう。3杯目が到着しまして、こちらがね、味噌スペシャルとプラスこれバラブツ丼でございます。スペシャルの方はね、また3種目の最後、肩ロースを使っておりまして、結構ね燻製の香りがしっかりつくみたいなんで、すごい楽しみにしておりました。では早速食べたいと思います。麺もいただきます。
よ、肩ロースを早速いただきます。うん、うまっ。じゃあちょっとこちらのバラブツ丼でございます。これがね、一番人気になってるあのバラチャーシューだねの、ぶつ切りプラスネギが乗っかった丼物になっております。うまっ。うん、ちなみにね、あの丼物とかも大盛りとかできるみたいなんで、そのあたりも食べたい人は確認してみてください。味玉で